スマイナス25、マイナス25、スマイナス25は、ソ連のスホーイ設計局が開発した攻撃機である。ソ連での愛称はグラーチュ。北、大西洋条約機構の使用した、NATO コードネームは、フロッグフット。1968年の初めに、ソビエト国防省は、ソ連地上軍に近接航空支援を提供するために、ソ連でシュトルモビンクと呼ばれる。 特殊なタイプの攻撃機を開発することを決定した。地上支援機を作るという考えは、1940年代、1950年代、1960年代の地上攻撃における経験を分析した結果であり、スマイナス25以前のスマイナス7、スマイナス17、ミグマイナス21、ミグマイナス23は、軍の要件を満たしていなかった。1969年に、 コンペが開始され、スホーイ設計局とヤコブレフ設計局、イリューシン設計局による開発競争の結果、スホーイ設計局が開発した機体が採用された。近接支援用のアオン速航空機であるために、主翼は直線翼に近く、前縁の交代角は19度、後円の交代角は付けられていない。主翼配置は、権力で、エンジンも主翼付け根にあり、 A-10 の競争試作機であるや9と大まかなレイアウトが類似している。固定兵装は GSH-30 から 230mm に方針機関砲1問、相談数は250発。最大 4400kg まで爆弾やロケット弾などを搭載できる。搭載エンジンは 水力 44.18KN のツマンスキー R-95 種ターボジェットエンジン。また、操縦席をシタン合金で補強し、徹底的な防御手段を講じている。1979年にソ連が軍事介入を開始したアフガニスタン侵攻においては1983年からスマイナス25が実戦投入され、当初は 反政府反ソ連ゲリラ側の対抗手段が、射程に劣る、合計リメートルの d s h k 三十八重機関銃か、合計リメートルの KPV 重機関銃しかなかったこともあり、防御力の高いスマイナス二十五は、ほぼ無傷で一方的に攻撃を行っていた。九百八十五年からゲリラ側が、ソ連製の傾向が立ち対空ミサイル q k 十二 ストレラ -2 を使用し始めると、スマイナス25も自衛手段としてフレアを用い始めたが、QK32 はスマイナス25にとって大きな脅威ではなかった。1986年にアメリカがムジャーヒディームに大量のスティンガーミサイルを提供し始めると、これにより初めてスマイナス25の撃墜が相次ぐこととなった。スティンガーへの対応策として、 両エンジンの間に、チタン板を入れて、片方のエンジンが被弾しても、もう片方のエンジンが影響を受けないように回収した、結果、比較的小型な機体ながらも、重装甲による高い生存性を証明した。ソ連時代のスマイナス25は、主に、グルジアソビエト社会主義共和国のトビリシにある、トビリシ航空機製造で製造されており、ソビエト連邦の崩壊後も、 グルジアの首都となったトビリシで製造が続けられていた。グルジアとロシアはアブハジアや南オセチアなどをめぐって対立状態にあるが、特にグルジア共和国独立時の紛争では同じ赤い星をつけたロシア、グルジア、アブハジア各軍のスマイナス25が互いの陣営や町を攻撃し合うという状況が生じたと言われ、5人射撃による撃墜も何件か起きている。 ロシアでは福座型を中心に、ウランウデ航空工場が生産していたが、こちらも2017年に生産が停止された。製造に使用された器具についても、か -226t の量産に伴い、解体されている。実践活動としては、ソ連のアフガニスタンへの侵攻やアブハジアの紛争の、ほか、中央アジア各地での内戦、南オセチア紛争、アルメニアなど、 ザカフカース方面での紛争などで使用されている。コートジボワールでは、保有する2機のスマイナス 25UB が、同国に駐留するフランス軍の基地を攻撃したとして、フランス軍によって少なくとも1機が破壊された。2014年、イラクは、国内のスンニハブ総勢力アイイセルの構成を、抑える切り札として、ロシアよりス、スマイナス25を購入。これは、 フセイン政権時代に同期を運用していたパイロットの再起用を睨んだものであった。2015年9月30日にはロシアからシリアに派遣されたスマイナス25とスマイナス24がアイスセルへの空爆作戦を開始した。採用国スマイナス25は依然としてロシアでは主力攻撃機として用いられており、その他ウクライナやベラルーシなど旧ソ連諸国のほか アフリカや中東の数カ国で使用されている。コートジボワールでは、タンザ型のスマイナス25も保有している。ヨーロッパでは、ブルガリアとマケドニア共和国が2005年の時点で主力機の一つとして運用されている一方、チェコとスロバキアではすでに退役している。ありがとうございます。